市場にやってきました。私、中央卸売市場に来たのは初めてなのでちょっと興奮しているんですが、今回は長崎市中央卸売市場の田尻さんにご案内をいただきます。よろしくお願いいたします。田尻です。おはようございます。よろしくお願いいたします。もう皆さん朝早くから働いていらっしゃるんだなということが分かりますね。そうですね、青果市場で朝早くから作業されているということですかね。はい、もうここはお野菜や果物の流通の要ということなんですよね。はい、ここはですね、卸売市場は敷地面積が約7300平米あります。はい、それから長崎市の松山町にあります県営野球場ですかが楽々3つほど入るような広さですかね。ここの売り場はですね、いや第4売り場といって近郊ものの農産物ですかの出荷の取引をする場所ですかね。産地としてはですね、ここの近くの茂木地区、それから西山小場地区で、八上地区ですかね、豊洲地区で、隣になりますけども飯盛地区の地場農産物 の出荷取引があるという売り場ですかね。はい、田尻さん、今まさに競りが始まったんですよね。そうですね、たった今7時のチャイムのに基づいて第4売り場近郊ものの野菜類の取引が始まりました。で、卸売業者が小さな踏み台に乗って次々と取引を行っている状況ですかね。本当にこう今小さな踏み台に乗っていらっしゃいますが、ここここと移動されていくんですね。そうですね、品物を卸売場に配列してますので、はい、配列したものに順序よく移動して取引をしている状況ですか。じゃあもう品物はそのままで人がどんどんこう移動していくと。そうですね、面白いですね。なんかすごく活気があっていいですよね。あ、また移動されてますね。面白い、踏み台もまた独特で、おー、いいですね。本当に今新鮮なものが新鮮なうちに競りにかけられているという感じですね。そうですね、近郊もので地場野菜ですかの出荷だということで、まあ、秋口になりましたので今から冬にかけて地場野菜ですか近郊ものの野菜類の出荷がたくさん出荷されるというふうな状況かと思います。変わって果物売り場にやってきました。もう美味しそうなフルーツがいっぱいですね。そうですね、秋のシーズンになってきてますので豊富な果物ですかの出荷があるということですか。それでここは果物売り場で野菜と同じように移動ゼリーですかね、移動ゼリーで取引があるような状況ですかね。で今柿を取引があってるんですけども、今からずっと流れていってですね、長崎県産の特産品である温州みかんですか、早生みかんの移動ゼリー取引が始まります。この市場の中には柿だったりみかんだったりメロン、いろんなフルーツがありますね。そうですね、今秋のシーズンですけども、まあ、柿なりあるいはみかん、それからリンゴですけどもね、11月の下旬ぐらいからなるとイチゴ、地元産のイチゴも入ってくるし、夏場になると桃なりブドウなり、それから柿ですか、柿も早生の早出しの柿ですかの入荷があるということですかね。はい、もう今まさにこう競り落とされているところですけれども、皆さんがこうお召しになっている帽子ってそれぞれ違うんですね。卸売業者の方はですね、赤い帽子をかぶっております。はい、で卸売業者以外の方ですかは別の色をかぶっているんですけども、仲卸業者の方が紺色の帽子ですね。それから小売業者の方、売買参加者というんですけども、小売業者の方は黄色い帽子をかぶっている人、それから青い色の帽子をかぶっている人、それから緑色の帽子をかぶっている人、それからオレンジ色の帽子をかぶっている人、それに白色とあとは水色ですかの帽子をかぶっている6組合の組合員の方がそれぞれ所属する組合の色の帽子をかぶっております。それから仲卸業者についてはですね、11番から39番までの2桁の番号ですかを与えて、帽子の前の方に
つけてもらっております。それから売買参加者の方については101番から910番までの3桁の番号を帽子の前の方につけてもらって取引をしているような状況です。あ、じゃあもう皆さん名刺代わりの帽子を使ってらっしゃるような感じですかね。そうですね、あの誰がどの品物をその落札した購入したということですか、それを仕分けするために、まあ、あの番号ですか、番号を使わせてもらっております。なるほど、もう本当にこうなんか時間との戦いみたいな市場ですから、そういったもうパッと分かるということが大事なんですかね。そうですね、あの野菜で言いますと1日約220トンほど、それから果物については1日約100トンほどですかを毎日毎日取引してますので、その取引している時間も朝の7時から9時前後ですか、9時半ぐらいまでの、あの短時間で取引しますので、まあ、瞬時に落札をするということで、先ほど言いましたように、番号ですか、番号を与えて取る、作業がしやすいようにという取り組みをさせてもらっております。田尻さん、今中央卸売市場ではブランドも出しているということですね。そうですね、今回小粒ながらも早生みかんですか、を天姫みかんというブランド化で取り組みを始めました。